こんばんは。8月12日午後7時になりました。第459回のしゃべくり祭りの時間です。皆様ご覧のようにですね、いつもはスタジオでお送りしておりますんですけれども、今日はなんと定田邸の前ですね。皆様ですね、ご覧ください。皆様歓談しております。ビールを飲んでね、楽しそうですね。今日はここでライトアップをするということでね、私たちもこちらの方に出かけてまいりました。それではですね、まずこちらの実質的な主催者ですね、岡田さんにお話を伺いたいと思います。岡田さん、お願いします。こんばんは。こんばんは。大盛況でおめでとうございます。ありがとうございます。いや、素晴らしいですね。ありがとうございます。これ準備ってのはすごく前からやったんですか？そうですね、ちょっとお話いただいたのはちょっと去年ぐらいからいただいてはいたんですけども、なかなかちょっとうちも忙しかったので、うん、ちょっとギリギリになっちゃって、準備は。そうですか、はい、準備はギリギリ。はい。だけどももうすごいじゃないですか、皆さんたくさんおいでになって。おかげさまでありがとうございます。このライトアップなんですけれども、はい、今年で4回目ということなんですけれども、はい、当初からおやりになったんですか？今回2回目ですね。2年目になります。2回目ですか。はい。去年もそれではここでやられた。そうですね。去年はどうでしたか？去年はちょっと3日間ちょっと大雨になっちゃったので、なかなかちょっとお客さんの入りがちょっといまいちだったんですけど、今年はおかげさまで天気にも恵まれて、たくさんのお客様に来ていただいて、はい、ありがたい限りですね。私のおかげですよ。ありがとうございます。私の晴れ男なんで。なるほど、おかげさまです。ありがとうございます。そうですね。はい、どうですか、今年ね、2回目だということなんですけども、はい、特に今年力を入れてる、こんなところに力を入れたなんてところありますか？はい、そうですね、やっぱり、お酒の席なので、うん、音楽は欠かせないと思って、うんうん、地元のアーティストにちょっとご協力いただいて、10日から12日までの3日間なんですけども、うん、野外ステージちょっと組ませていただいて、いろいろパフォーマンスしていただいてます。今もされてますよね。そうですね。素晴らしいですよね、若くてね。ありがとうございます。皆さんスタッフの方ももうだいぶ前から準備されてるんですか？そうですね、ちょっとなかなか人が今回集まらなくてですね、うんうん、お手伝いの方も本当ギリギリになって集まってくれて、はい、やっぱりご苦労されたなんていうのは、そこら辺がご苦労されたっていうことですね。そうですね、やっぱ人手っていうのは大事なので、うんうん、そこが一番苦労しましたね。やっぱりその岡田さんとすると、よし、今年はね、これを絶対にもう成功させようなんていう、なんかこの何ですか、お気持ちはありますかね？これは絶対にっていうのはなんかありますかね？そうですね、うち、殿町の方でかき氷屋をやってるので、うん、やっぱりそのかき氷を皆さんに召し上がっていただいて、うん、お店の方にもちょっと足を運んでいただきたいなとは思ってます。ちゃんと宣伝してますね。ありがとうございます。それではですね、はい、この放送は、まあ、もちろん、そうなんですけども、はい、全国、全世界にね、全世界、はい、全世界にあるんですけども、どうですか、ね、お一言ね、どうですか、はい、松代、まあ、中心に、はい、松代、日本、世界、はい、皆さんにね、はい、何かございますか、お話は。そうですね、うん、松代、歩くと本当綺麗な街並みで、うん、皆さんにも来ていただきたい街だと思ってますので、ぜひ足を運んでいただければと思います。はい、分かりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。次の方が来ているはずなんですけども、はい、次の方呼んできますね。申し訳ありませんです。今ね、呼んできていただいた間にね、ここはですね、先ほど申し上げましたように、今年で4回目だということなんですけれども、何かですね、もうすぐライトアップが始まるんですけれども、おいでになりました。ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます。こんばんは。はい、こんばんは。どちらからおいでですか？松代です。松代ですか。はいはい。先ほどもね、何回もお話してるんですけども、今年で4回目なんですけども、はあはあ、今までには見たことありますか？いや、ない、なかったです。今年初めて。初めてです。はい。こんなところをぜひこう、期待してみたいなところありますか？見ていないと分からない。そうですね、うん、ちょっと
期待、そうですね、期待したいですけど、うん、昼間はおいでになったことあります？昼間はあります。あ、ありますか、はい、多分ね、私も昼間をね、お伺いしたこともあって、去年、一昨年もね、ライトアップ見させていただいたんですが、全然違う風景なんですよ。またそこら辺もね、何色に変わるかご存知ですか？何色？わかんないです、はい、7色に変わるんですよ。だからね、どんな風に今年は変えるかで、皆さんね、主催者が、どんなところにね、力を入れてこう、ムードを作り励んでるかね、そこでもまたぜひ見てきてください。はい、今日はどなたとお入れになったんですか？どなた、1人、まあ3人ぐらいいるんですけど、3人がおいでになったんだけども、はい、お一人しかいないですね。そうです、はい、今は一人です。はい、あ、そうですか、はい。ビールももう召し上がったんですか？いや、ちょっと今日はちょっとこれもある。ああ、なるほどね。どうですか、そのお気持ちは、これから先ほどね、これからご覧になるということだったんですけども、こんなところとか、なんかこう希望ありますかね、ぜひこんなところを中心に見たいなとか。こんなところを中心に、ちょっとまだわかんないか。はいはい、ちょっとまだわかんないことも含めて、ここのね、庭園はやっぱり、ね、昼間ですとそのしゃがんで見る庭園らしいんですね。あ、そうなんですね、はい、だけども今日はね、夜のライトアップなんで、まあどんな風にね映りますかね、楽しみですよね。はい、はい、まだもう少しね、開館には時間あるんですけども、また楽しんできてください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。女性の方が来ていただくはずなんですけども、お願いします。あ、まだですかね。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。あら、どうしたんですかね。今お願いしてきたんですが、お願いします。お願いします。あ、おいでにならないですね。この生放送なんでね、こういうことがいっぱいありますね。秀樹先生、それではですね、ちょっとそちらの方にね、外国の方がいらしてるんでね、ちょっと外国の方にもね、ちょっとお話伺いたいと思いますね。来週お出になるんですよね。はい、来週お出になるということで、はい、どうですか、来週ね、出ていただくんですけども、お気持ちはこの、あ、そうだ、自己紹介。私はロシアから来ました、ダニールです。16歳です。来週、私の、2週間の日本、体験をお話します。よろしくお願いします。どちら、秀樹先生、栗林秀樹先生のお宅にホームステイ。私はホームステイします。こちらがご主人ですね。来週ね、そんなお話を伺うんですけども、ね、実はね、先ほどからね、ゲストの方はね、お願いしてあるんですけれどもね、ちょっとも来てくれなくて困ってるんですけども、今日はこの後あれですか、ライトアップをご覧になってからお帰りなんですか？ライトアップそう、ね、あ、今日これから見学してから帰る。見学してね、はい、あ、松代にはいつから、こんなこと聞いちゃうとね、来週お話いいですか、はい、いつから秀樹先生のところおいでになったんですか？日本にいつ、日本にいつ、いつからおいでになったんですか？来たんですか？日本はいつ、ね、そうですね、8月9日。あ、そうですか、はい、じゃあ今日が10日だから3日、4日目か。4日目、どうかですか。日本どうですか？日本はとても面白くんですね。面白い。はい。どんなところが面白いですか？日本でとても面白い、面白い、とても親切な人です。あ、はい、親切。あ、はい、それから日本で日本にとても、美しくて面白いところがある。あ、うんうん、美しくて面白いところ、うんうんうん、美しい女性から美しいのは日本すごく美しい女性の歌を聞いたんです。あ、そう、はい、恋をしちゃった、恋をしちゃった、ラブ、ラブのラブハー、あー、すみません、イエス、ノー、ノー、どう、他にはどうですか？女性の他に美しいところなんかありますか？松代、金付きの、あ、
枯れ月堂、枯れ月堂あれは枯れ月かせてくれるんですか。もう枯れはないんか。枯れはない。あ、ないんか。ない、ない。あ、か、か、か、はい、ラーメン美味しい。はい、ラーメン食べたいです。そうですか、確認ていきたい。そうですか、はい、で後ろのさっきからね、インタビューしてくる人気になってね、さっきから呼んでるんですけどね、ちょっと来てくれなくてね、ね、すみませんね、はいはい、マースラギでね、もう困っちゃいますよね。あそこそれ呼んでもらわないと、女性、そちらの人やりますか。あ、来てくれないんですよ。生放送の、はい、あ、あと5分、あと5分話す。あの人来てくれればいいんです。あの人ちょっと呼んでもらっていいですかね。女性、そこの女性なんですけども、今日は生放送。そこの女性2人いますね。あの方、今スマホ見てピンチヒッターなんです。はい、その方です。はい。お願いします。あ、来てくれましたね。はい、ありがとうございます。あ、来てくれるまでね、ダニエルさん。あ、ダニエルさん。ありがとうございました。まあそのバスレギでね、もうつないでもらってすごく素晴らしいですね。はい、もうありがとうございます、ね、はい、日本語上手ですね。あまり上手じゃない。上手上手もう最高ベスト、うんうん、はい、女性来ましたのでね、はい、あ、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。はい、どうぞこちらの方、どうぞ。はい、お願いします。お嬢になりましたよ。はい、こちらどうぞ。こんばんは。ありがとうございます。はい。素晴らしい方。わあ、こんな女性、綺麗な方が来ると私緊張しちゃいますね。はい。まず、どちらからおいでになりましたか。東京から来ました。大阪から来ました。大阪から来ました。ああ、素晴らしい。松代はどうですか。あ、地元なんで懐かしい感じです。こんな大きなイベントやってるなんて知らなかったので嬉しいです。今回はその、ライトアップを中心においでになったんですか。知らなかったです。友達に聞いてきました。あー、知ってた。やっぱりこれからご覧になるんですよね。これからなる、これから、ライトアップするんですよ。知らなかったんですか。4回目、はい、4回目です。あ、4回目ですね。よかったですよ。本当に4回目なんです、今年で、ね。これね、5回とか6回って言ったら、もうこれ嘘ってバレますからね。4回目で。今まで見てどうですか。雰囲気、音楽もあって楽しいです。ね、どうですかって聞き方一番まずいよね。楽しかったですか。綺麗でしたか。どうでしたか。はい、綺麗でした。楽しいです。今年はね、なんかその七色に変わるということなんですけれども、今まではどんなところが良かったですか。わかりませんね。はい。昼間のサタベテは見たことありますか。昔よくここで遊んでました。そうです。昼間の景色と夜の景色がね、乾いてるんですよ。すいません。昼間の景色とね、夜の景色また違うと思うんですけれども、昼間見た感じと夜の見た感じでどうですか、違いはありましたか。あ、もう全然違うんで、すごいです。もう昔の公園じゃないと思って変わりました。うん、いい感じです。はい、ありがとうございます。どうですか、良かったですか。あなたは初めてか。わかんないです。あ、わかんない。はい、今年初めてか。初めてです。あ、そうか。東京からじゃあ、この時期に、何ですか、東京じゃない、大阪か、わざわざこのライトアップを見にいらっしゃってるんですか。ね、お盆で帰省して。そうか、そうなんです。地元がこっちなので、でたまたまライトアップしてるので、お酒大好きなので、友達と、はい、飲みに来ました。ね、最近はね、この先ほどもね、何回も申し上げてるんですけども、この4回目だということでね、松代のね、お盆の風物詩になってそうですよ。もっと賑やかになってもらったらいいと思います。来年からはもう必ず来ますか。もちろんです。毎年来ます。はい、はい。先ほどね、あ、終わったそうですんでね、ありがとうございます。生放送なのでね、これ外でほら時計がないじゃないですか。
あの時間がね分からないんですよ。あれはあの松代の皆様にね、あの実家が松代だということで、最後に一言だけどうですか。はい、はい、これからも盛り上げていってください。はい、あ、これからも盛り上がっていくといいなと思います。松代最高。はい、あ、特にないです。ないそうですんでね。はい、ありがとうございました。突然に言われればないよね。ありがとうございました。すいませんでした。はい、それではアーティストの方がね、こちらにいらしていただいてますんで、ありがとうございます。いや素晴らしい音楽、すいません、あのちょっと、ね、こちらで聞いてなかったんですけどね、すいません。いやいや、いやすいません、あの本当は聞いてましたよ。よかったです。はい、あれはどうぞお気持ちは。いや、もう本当に松代をこういったあの場所で音楽歌わせてもらって本当に光栄で、ありがたいです。ありがとうございます。あの歌の声と話の声違うね。ちょっと歌の時は喉を開いて、あのなるべく歌っているようにしますんでね。今開いてない。今はかなり閉じております。こういうライブは、はい、いつもされてるんですか。いつも、はい、あの長野県を中心にあの活動してまして、まあ、こういった夏場はですね、こういったビアガーデンだとか、まあ、そういったあのイベントに呼んでいただいて、で今日あの松代でこういったあの音楽をこういうふうにあの演奏するっていうイベントが初めてだそうで、まあ、1回目に呼んでいただいて本当に嬉しい限りでございます。ありがとうございます。時間ですか。時間ですか。あ、いいんですか。あ、永遠に続きそうな感じが今。ね、ここね、スタジオとであの時計があるんですけど、はい、時計がなくて時間がわかんないんですよ。ああ、確かにわからないですね。はい。はい。ああ、私の声がね、入ってない。すいません。はい。それを言ったらしいですね。入ってますか。はい。ああ、ね、申し訳ありませんです。ライブはですね、どんなところで、されてるんですか。主に長野県、あの長野県内のライブハウスや、まあ、あのカフェだったり、あとまあこういった屋外、あのビアガーデンだとか、あとまあちょっとしたお祭りの、歩行者天国になっているスペースだとか、まあ、そういったところで演奏させていただいているっていうのが多いですね。はい、はい、はい、ありがとうございます、はい、私ね今ね、お聞きしながらね、向こうでね、出てくださいなんていう表情してるからね、そちらの方も見てるんですが、ダメらしいですね。はい、生放送ですからね。生放送、まあ、いろいろ見ながらなんでね、大変ですよ。あ、本当ですか。そうですよね。あ、ここにやれって言われてましたね。はい。はい、ありがとうございます。あ、ご苦労様って言われちゃって、あ、恐縮です。こんなライブでですね、今日はどうですか、そのお客さんの反応は。もう本当に皆さん和気あいあいと、ビールを飲みながら、お酒を飲みながら、楽しんで、まあ、こういった音楽もね、こういった片隅に置いて、憩いの場として、いらっしゃってるんだなっていう、とてもですね、いいな、羨ましいなと。ちょっと今日車なんでお酒飲めないんですけど。私もね、今日車なんでお酒飲めないんですよ。実はね、本当はね、お酒飲みながらしたかったんですけどね、シラフなんですよ、私も。はい。はい、実はね、あの車だから飲めないんじゃなくてね、はい、明日ね、人間ドックなんです。あ、バラされてる。いや、今ね、黒谷さんどう。はい、子供たちが来たい。はい、今ね、キッズが来ます。はい、はい、はい、いいですかね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。どうも、ありがとうございました。はい、富山よしろうと申します。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、芸名です。芸名というか、はい、あの本名でございますけども。はい、はい、ありがとうございました。お茶場、こんばんは。こんばんは。はい、はい、どうぞ。どこから来ましたか。長野から来ました。お、青木島から。長野から青木島から、はい、誰と来ましたか。お母さんとお父さん。あ、誰と来ましたか。お母さん。お母さんと、あ、そっち向いてくださいね。お母さんと、お母さん。来たの、何歳ですか。あ、4歳。違う、3歳。あ、たぶん。黙ってこっち前向こうかな。ねえ、3歳だ。ねえ、4歳。4歳で出してさ、いいねえ、その大好き。何歳ですか。5歳です。5歳ですか。何歳ですか。7歳です。ああ、すみません。七五三くらいかな。違うか。はい。松代は何回来ましたか。初めてですか。初めて。は、初めて。
初めて。はい。お母さんが松代で生まれたの？違います。松代には誰が松代行こうよって言ったんですか？お母さん。お母さんとお父さん二人で行ったんだ。松代行こうよって。で、松代には何を見に行こうって言ったんですか？お祭りを気に取っていったの。食べるの忙しいね。はい。お祭りがあるって聞いたから来たの。どう？楽しいですか？はい。楽しいですか？はい。はい、ある。楽しいですか？楽しい。はい、ありがとうございます。これからも松代には来たいと思いますか？はい。松代はこれからも来たいと思いますか？ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい。あ、時間です。ありがとうございました。はい。でね、現在今やってるのがね、真田邸。これから今ね、音楽もやったりとかね、今日はですね、アンサンブルザコトっていうので15分からやる予定ですね。今回、15日まで、真田邸の中でライトアップが行われます。その関係で、今日もねこういう形で生放送っていうかねやるようになりました。で、17日なんですが、松代現代美術フェスティバルっていうのをちょっとね17日から、文化財松代の文化財をね、回って潜水量の関係ですけど回って、街の中を賑わせるという形になります。で、その後ですね、街歩きツアーっていうのをやります。で、その現代アートさんをやっている、松代駅もそうですけど、樋口だとか山寺定山、それから旧坂井家、それから寺松商家、旧前島家、それからね、水上山、水上山ちょっとね遠いので街歩きツアーはちょっとやりませんけど、17日のね土曜日、9時から出発ですね。松代駅、会費500円で、集合していただけると、案内していただしまして、その各、あれですね、アーティストに説明をしていただくという形になります。あとはですね、10じゃなくてね、25日の日曜日、1時半から、ね、寺松商家でね、この現代アートとの融合に、夜、街づくりみたいな形でね、シンポジウムを行います。さ、寺松商家でね、やりますので、ぜひご参加いただければいいかな。で、参加費500円みたいな形になりますけれどね、ぜひ参加いただければありがたいなというふうに思います。はい、以上です。はい。はい、それでは来週はもう先ほど方、栗橋先生ね、出ていただいて、ロシア人のダニーさんが、その人に、やっていただくという形になりますね。栗橋先生、一言言ってもらわなきゃいけないね。じゃあちょっと、栗橋先生、はい、お願いします。はい、どうぞ。はい、来週。皆さん、こんにちは。じゃあ、ここに書いてありますように、ちょっと今ロシアからね、16歳の男の子ダニエル君が来て、日本が好き、歴史が好きってことで、歴史の町に2週間滞在していただくんで、その思い出を語っていきたいと思います。秀樹先生のお宅に来てるんですか？そうですね、そうですね、2週間、はい、どうですか？はいはい、ちょくちょくされてますよね。まあ、たまにです ね、はいはい、もう何年か前にもそうですね、されましたよね。そうですね、はい、そういうことをなんかこう活動されてるんですか？そのホームステイされるというような。そうですね、受け入れの活動はされてるんですか？はい、はい、昔そういう会があって、その延長ということでね、オリンピックの時以来。オリンピックの時以来、あの時の文化交流の一環として。はい、大変ですね、はい、活躍してますね。まあ、そんなんなんですけど、はい、どうも、はい、それでは来週またしゃべくりますよね、はいはい、よろしくお願いします、はい、こちらこそ。じゃあ私がパーソナリティとさせていただきます、はい、よろしくお願いします、はい、それでは来週のしゃべくり松代、どうぞ楽しみに。しゃべくり松代、また見てね。